答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマは遊びシリーズその4、今回もじゃんけんですが、なんと今回はドイツです。面白いですよ。前回もお伝えしました、各国のねじゃんけん覚えて、それぞれそれ役割とか覚えてやったら絶対子供たちじゃんけんだけでも楽しく遊べると思います。ドイツは基本的には変わりません。3つの手で、まあ、3パターンですね、やっていきます。で、日本のグーに当たるのがハンマー、形はこれらしいですよ、グッド、ハンマー。日本のチョキに当たるのがシエレ、まあハサミなんでチョキですね。で、日本のパーに当たるのがパピアって書いてあるんですけど、これ紙なんですけど、日本だとパーってこうじゃん、パーってこう出しますけど、こうらしいんですよね。このまま手のひらくっつけて上に向ける感じ。ハンマー、大丈夫ですか？シエレ、パピアらしいです。これちょっとね、普段のじゃんけん慣れてしまってる子も、じゃあ今日さ、ドイツじゃんけんしようぜ。じゃんけんポンとかってちょっと面白くないですか？脳認知にもなりますしね。ぜひ試してもらいたいと思います。試していただければと思います。そして何よりいいのが、たかがね、パピアとかシエレとかハンマーって言葉だけですけど、ドイツ語が覚えられるっていうのは、そこからドイツに対して興味を持つ子も絶対いるはずなんですよね。ぜひ参考にしてみてください。本日の遊びシリーズその4でした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。速聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。